はい、どうもロイです。本日、鮭たくさんやっててめちゃくちゃ疲れてるんですけども、カプセルがですね、99個になりました。カプセル99個になったので、一気に開けてみたいと思います。もしかしたらいいギアがあるかもしれないので、見ていきましょう。お金ばっかですね。まずね、この糸よりキャップのこの相手インク軽減自体が結構レアなんですけど、はい、1.3 あるかな？ないか。いらないギアも全部お金とかけらに変えていきます。お金じゃないか。かけらか。うお、全部こっからね。お、すげえ！ギアばっか。あ、同じの来てるね。1.3 はないか？ないですね。1.3 はないけど、全部ここから帽子なんですよ。いや、ギアの数、えぐ！でもいらないな。ギアのかけらめちゃくちゃ溜まるぞ。1.1 だ。1.3 来ない？来ないか。まだ来てないですね。1.3 来ないかな。1.1 だ！はい。同じギア来ない。めっちゃすごいよ、もう。全部ここから帽子ってすごいよな。来ないです。あと50個。あ、イカ速度も。いいよ。全然いいよ。今んとこ 1.2 のこのギアがね、最強なので。はい。おお、すごいキラキラしてんのいっぱいある。え、ギアのかけらがすごい手に入りますね。これはこれでね、ギアつけれるからいいんですけど。かけらたくさんだ。お金じゃないけど。1.3 は来ない。いらないですね、まだ。来ないか？最後まで来ないか？来ない、アクション許可。来ないよ。いらないよ。あー！すげえ欲しい、この。ちょっと待って。これ次。これめっちゃ良くない？これめっちゃいいけど、でもいいや、流そう。いやー、来なかったか。ラスト。いや、まだいける。いや、キラキラしてんの多すぎる。いや、めちゃくちゃギアのかけら手に入ったんですけど、1.3 は来ないかな。あー、ダメかー。残念。残念ですね。ただ、ギアのかけら自体がめちゃくちゃ手に入ったので、見ていくと、見て！ギアパワーがもう30近く、全部30近くあります。いいでしょ？これ、やっぱ、バイトいいね。鮭やると、こう溜まるのがいいですね。ということで、次はなんかいいの当てれればいいなって思います。お疲れ様でした。